日立市民運動公園陸上競技場は、茨城県日立市にある陸上競技場。衛星図2000年 J2 リーグに昇格したミトホーリーホックの準本拠地として主催ホームゲームを行った。これは、当時の本来の本拠地である笠松運動公園陸上競技場が2002年の全国高等学校総合体育大会で使われることに伴う。 全面回収を施していたため使用できなかったことに伴う処置だった。このうち J2 に降格した浦和レッドダイヤモンズ戦となる見主催2試合もここで行われ、定員にほぼ近い6000人以上のファンで賑わっていたが、その多くが浦和市から駆けつけたり、あるいは三菱自公関係者等のレッズの応援団だったという。また、 芝生の状態が当時は思わしくなかったため、一部から、その芝生の手入れに批判が集まったと言われる2001年、以後は、同地での J リーグ開催は行われていなかったが2007年9月30日、ベガルタ仙台戦となる主催試合が開催された。2010年より、水戸市立競技場に、本拠地を移転。ありがとうございます。